道はアップグレードしていって、丸太がないですね。この辺も。食料。果樹園もそろそろ、じゃあ、でも板50も使うんだ。じゃあまだ無理ですね。これ多分丸太、あれだ。全部この壁に持っていかれてるのかな？だからたまらないんだ。どうしよう、食料。釣り小屋、同じ場所にしても大丈夫かな？釣る場所。ちょっとこの辺にもう一個作って、で、時間を早めよう。ちょっと早めるの怖いですけどね。2倍。畑は？肥沃度72%。雑草レベルも11%ですね。待てよ、来年。これも、クローバーこれ以上取れないってことかな。272分の274。なんで、来年から、ちょっと作物植えないと。一回外して。で、ある程度肥沃度が上がる。豆だと肥沃度変化が1%。株だとマイナス2%。で、クローバーがプラス3%なんで、とりあえずしばらく豆かな。豆植えながら、1%しか増えないですけど、雑草の抑制が低いのか。エンドウ豆に至っては雑草抑制ゼロ。でも肥沃度変化は1%。人参はマイナス2%。アママイナス3%。小麦はもう、肥沃度がっつり下げるんだ。そういうことか。キャベツとかネギとかも下げるな。ってことは今クローバーが3個、3年で3個あるんで、9か。1個で3%なんで、肥沃度が9%ずつ上がっていくと。3年で。で、ここにじゃあ2年目、来年。肥沃度上げながら、食料にもなる豆。寒い時期に、エンドウ豆。で、暖かい時期に、豆。
で、3年目。3年目これどうなるかな。あ、こんなに取れるんだ。あ、じゃあ3年目に、ま、豆を植えたところで取れないってことか。それ以上。ということですよね。じゃあどうしよう。今、肥沃度変化が3、9、11、11か。これ減らして、これで5。肥沃度変化プラス5。3年でプラス5。ってことですよね。クローバーで3。で、豆で11。今5なんで、3年目に、ライ麦。これでマイナス5。で、これでプラマイ0だ。で、これだと肥沃度プラマイ0なんで、じゃあここにじゃあ、クローバー。これでどうだろう。合ってるのか間違ってるのかよくわからないけど。とりあえずここで言ってみよう。他の畑はまだですよね。あ、ここ行けるか。じゃあ来年。ちょっと一回。今、プラス3。で、あ、まだ70ですからね。やっぱり豆植えながらなのかな。で、100近くになったら、まあ、こういう、雨とか。とりあえず豆であげながら、じゃあ逆、こうして、こう。で、3、4、5。で、3年目。マイナス3。難しすぎて頭パンクする。まず、こう。ここじゃない。ネギじゃない。服を作りたいんで、雨。うん。他の畑は？ここはまだ無理だ。ここもうちょっとかな。で、この辺にも畑作りたいけど、今ちょっと作業員を使いたくないんで、まずこの木を切り倒すのを頑張ってもらおう。いや、ほんと難しいですね。こういうゲームずっとやってる人とかはなんとなくもわかるのかな。まあ、こう、だいたいこうだろみたいな。いや、わかってるんですけどね。
待て、この辺1個門にしよう。あとちょっとあれだ、周りを調べてもらって、これ今思うと一番初め僕がやってたあのマップ、あ、6年目、あの敵の来る方向が大体分かったんですよね。あの前はあの下半分が海とか水だったんで、下からは絶対来ないっていうのが分かってたんですよね。6年目だけど売れるものないですよね、まだ。うん、余裕のあるものは。あれ、なんで道具あるんだ。うん、ない。うわー、熱波、こんな時に。熱に敏感な作物は被害を受ける可能性がある。今年から作物植えてるんですけどね、大丈夫かな。熱耐性、うん、あー、牛小屋できたけどまだ牛飼えないですもんね。あ、でこれできましたね。同じ場所でも大丈夫かな。ちょっとずらして、240%。あー、住民が投書。やばい、薪がない。薪がないよ。一回、ストップさせた方がいいかな。この壁作り。なんとか持たないかな、今年。よし、みんなで頑張って。少しずつ溜まってはきたけど、うん、
7年目。ちょっと粘土を小液所に入れておきますか。100ぐらい。あと陶器か、陶器10。あ、蜂蜜。石鹸10ぐらい。で、お金を、200円ぐらい。建物が攻撃？よしよし。あ、できたかな？金鉱石。とりあえず2人でいいかな。で、炭鉱。ということは、あれを作らないといけない。これだ。これ別にいいのか。の、攻撃承認。あー、嘘。障害？お、よし、じゃあ売ろう。あ、まだ輸送中か。あー、で、大型道具。大型道具買う金がない。270。あ、届いた。これを売って、で、大型道具を一つ買う。よし。で、これで、風車ですね。風車を、で、これは、あー、牛打って600円、まだ無理だな。攻撃度下がるんで、とりあえずこの辺ですかね。40か。で、パン屋さん。待てよ。小引き場もう一個作ろうかな。
この辺に。お、風車完成しましたね。これで半屋さん、あ、高適度上がるんだ。じゃあパン屋さんを、結局なんかぐちゃぐちゃになってきたなパン屋さんを、この辺かな。あ、で 30% になれば、あ、もう上がってるのかな、これ1段階。食料が間に合わない。あ、ここもう大丈夫ですね。記憶度、雑草レベルも OK なんで、じゃあ人をちょっと減らそう。来年からまず人減らして、で小麦、小麦 6% 記憶度下がるんで、これで今66、あ、33か、33で、これでマイナス6プラマイ0。ここにじゃあ豆でプラス1、入らない。入らないか。豆ばっかりになるな、肥沃度そばでマイナス2か。豆とそば。もう入らない。入らない。マックス。あ、そっか、豆もこれ意味ないのか。違うものじゃないとダメなんだ。あ、一回あれか。とりあえずこうかな。もうちょっと上げよう。こっちも OK ですね。今年はまあこのまま行って、で、植えてないもの、キャベツとか、人参、キャベツと人参、
キャベツがマイナス4、人参がマイナス2で6、マイナス6で33でプラマイ0、雑草レベルは OK なんで一回じゃあクローバーでプラス3、これどうなんだろう。クローバーはこれ以上取れないけども意欲度としては上がってくれるのかな。建物が燃えている、学校が燃えている。どうしよう、じゃあここにも作りますか、畑。ああ猛吹雪、パン屋さんも完成しましたね。もう食料が一個にたまらない。野菜が全くないんだ。わが減っている。あ、やばい、あーちょっと、あー一人死んだ。こっから入ってきちゃうのか。あ、もういいよ。
8年目